皆さん、はい、こんにちは。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 今回、マイゴルフサバイバー、はい、プレゼンテッドバイ古代スズメスジすしまんということで、10人のサバイバーをやってます、はい関西クラシックゴルフクラブの大原コースでやってます。5番ホールに到着しました、はい現在4人が脱落しまして、はい、6人でこのホール戦っていくと。ただ、バーディーが前回のホールに出てまして、2人、井上健太プロと、藤田翼プロバーディー出てるんで、2人はスキップします。スキップです。スキップということで、じゃあこのホールは4人の対決ですね。普通のなんかプレーになってきましたね。普通のプレーになってきたな、はい、ということで4人は誰ですか。マサ対決。ほんまや、すげえ。おお、すげえよ。すいません長橋おマサ対決、すげえ。最弱のマサが決まる。最弱のマサうわ、その雰囲気嫌やわ。絶対負けたないわ。しかもみんなでかいし、ね、誰に貼ろうかな。この4人でいきましょうか。いやな、小橋屋に囲まれて。小橋屋じゃない。皆さんね、ご視聴のもと、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。しょっす。それでは始めましょう。諏訪さんまだ残ってんねんもんな。まあ僕言ったらな、1ホール目から1ホール目からすごいな、そう考えたら1ホール目セカンドショット打つまでのテンションめちゃくちゃ低かったけど顔死んでたけど間違いないだってもうバンカーそんな元気なくなるやん。あれはスタートホール、あれはきついっす。1打目打った瞬間で9ホール歩く間違いみたいな。1打目打った瞬間絶対終わったもんおー、なんか風4度読めましたね、急に風やんだな。風4度、いや、これはいいぞ。これ静かな感じだったね。木読めちゃう。いや、木、わからん。ちょい右ぐらいの方向行ったけど、右の滋賀勢、全員残ってんな。滋賀勢、すごいな。うまいな、俺見えやしな。あ、そこ見えね。あ、大丈夫大丈夫。あ、いや、なんか緩いから勝手になる。抜けたっす。あ、カラス来たわ。コース知らないでしょ。大丈夫大丈夫ってコース知らないよ。初めてえ、ださっきだって、さっきの方俺やん。もう折り返しの、ね、さっきだって左セーフやったからここセーフやったんや。そうそう知ってる、見てるから俺さすがやな。かっこええな、まさや。 LV って書いてたあ、ごめん邪魔したらあかんね。今日ちょっと隠してるやつ俺らヤジやん。じゃああんまり言われたくないベルプイってどこ。ベルト隠してベルト忘れたね。おー、ナイスナイス。これえぐいな。落ちてこないよね。やるい、ほんとにやば。珍しいにしとれてない。川正志、僕の大先輩です。頑張ってほしい。最もギャップがある選手です。うるさいな。数々の女の子を、ね、危なー。 OK! ジョーカーナイス。あの高さに収めてくるんですね、高さをね。あれ、あの高さに惚れるんですよ、やっぱり。さっきまで全然喋ってなかったのに。自分の試合が終わった瞬間、終わった瞬間の切り替えが。だってオープニングのこんにちはめちゃめちゃ声でかかったから。さっき言った、さっきまで言ってた。昨日アプローチほんま緊張したわ。あれは緊張する。あれ多分カメラよりあのプロ9人が見てるっていうのが緊張するっすよね。いやそれはちょっと気持ちよかったけど。ああ逆に気持ちいい。気持ちいい。興奮した。興奮した。うわ俺大ピンチやな。あれ抜けてたら最高やけど。抜けてたらでも打てるんじゃん。抜けてたらめっちゃいい。ちょっと距離あるぐらいじゃない。そうですね。あそこなんかでも広がってそうだけどね。でもこれ、ここピンポジが結構見たらヤバかったんですよ。左奥このグリーンヤバかったよ。でここ初めてなんか何人かいてんの、グリーンの真ん中奥に。だいたい初めて、だいたい初めてやっぱり。だいたい初めて、俺も初めて。反対行ったらもうボギーになる。前は逆、別の方回ったんですけど、うん、でもこのコースいいね。うん、広いな、グリーンが。グリーン勝負だけ、なんか面白いんじゃないかな。面白いですね、うん。
わかりませんそれしか言うてない、さっきからなんとか、マサ対決制して、翼バリスターみたいないやいや、サングラスだ。え、なんで駆け出したん。いや、まあ、ちょっと日差しが余裕があるから。いやいや、余裕はないです。ちょっと暖かなってきたな、でも風やんで。これさ、ゴルフせんと歩くのって結構しんどい。いぐいっすよ。あ、足やばないっすか。結構しんどいゴルフこんなしんどかったかな。してる時はやっぱなんか考えてんのかな。考えてるし、こう寒さは気づいてないと思う。アホやん。いや、そうやで、もうバカなってんねんでもほんま練習場とかでも見てるやつめちゃくちゃ寒いで。ここでバーディー取ってスキップしよう、うん、ああよかったっす、ひどかった。ここで負けるわけにはいかへん。ピンまで165なんですけど、ちょっと冬で着込んでるしちょっと飛ばないと思うんで、165のクラブで8万円。噛んだ、噛んだか、行ってくれるか。わー、惜しい。1ヤードとかバンカー。あー、どんまい。ちょっとナイスそうやったけど、あ、あとでメスナやってきます。164 9番で。うわー、捕まっちゃったね。お、なんかいいキックしたな。シムロンちゃんどうかな。うん、ちょっと届いてなかった。届いてないかもしれないです。なんかね、ちょっと持ってなさそうでした。8じゃ多分抑えるの難しいっす今。もうフォローだから突っ込みすぎたら。そうなんや。そうだね、奥行ったらやばいっすよ、ね、奥行ったら多分やばい。ピンまで157、はい、9番で。うまい。上がったね。うまい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 。うまい。上がったね。うまい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 。うわあ！おっと。これ同じところからアプローチ。すげえ放題やな。弱かったか。134ヤードピッチングでいきます。ゴー向いたな。これうまいわ。ナイス。ブラボ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 。かっこよ、かっこええし、身長高いし、ゴルフうまいし、ゴルフうまいし、絶対でかいしな。絶対でかいやんな。なんあれはでかいよ。何の話？え、いやこう器の話。器の。何の器？何入れてんのその中？いやでかいわ。60でいきます。うわ、強いな。止まって、止まって。うわー！うわ、強いな。止まって、止まって。うわー！バウンドで入りそうだ。60度で。当たれ。あかん。強入れ。強入るな。ちょっと強く入っちゃった。入りましたね。58で。うまいうまい。これあい。うまいうまい。これあい。いや、まさしさん、これうまいっすよ。ナイス。いやうまい。今のこういうのがね上手なんですよ。柔らかい球打つのすごい。天下一品っす。ナイスアプローチです。いやもう組の事務所でいつもやってる。あ、フローリングの上で。フローリングの上で。おっとっとっと。お、惜しい。ナイスライ。よし、入れてもらっていいですか。あ、じゃあさっきマサイか。いや、ポジティブに行こう。絶対入る。ポジティブ言ってるね。俺も絶対入る。絶対入る。
行け行け届けば行けうまい惜しい惜しいナイスパナイスパよしズッやっぱ一番いいゴルフしてますね、うん、ノースキップで余裕やなできてないからちょっと弱くないか優しいオッケーオッケーオッケーナイス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 何の願い祈っとこう祈っとこうか俺はいるなかサロンです入れっていう意味ですこれ入るっていう、うん、入るってあれだそうそうそうよしサドンです、ね、さあ競技員競技員次のホール行こうか競技員あ、そうしましょうそうしましょう競技員サドンですましょうか競技員面白いとこ行きましょうあの傾斜とか左下がりとかどうロングパッドロングパッド面白いですよね確かロングパッドからここはよりロングパッドでしょでも一番向こうだったらここにしか来んよねいやもうちょっとこっち側で落ち葉ぐらい可能性あるやつ競技員じゃあロングパットだよ仕上がってるな競技ロングパット雰囲気が仕上がってるもう右手前だろ多分これは先行後攻バリ重要やろあーうわむずいなちょっとこれも先行後攻でこれそうやほぼ先行後攻で終わるなもう余裕じゃっけめっちゃきついでこれ、うん、ここだここだ行きましょうこのカット最初はグーじゃんけんほいしゃん先行かかったら逆にこれめっちゃ有利やん高校そうやな嫌やわこれ右の傾斜どこまで使うかやんなそうっすねすごいあっ高うまいぞ入るたかうまいぞ入るあーどうなんやこれはあーでも実際やなあーかるいやでも寒いけど手もバカになってるえ、これ前ですか、ね、これからんどうでもいいこっちそっちあ、そっちこっちこっち、うん、おーうまいなこれこれうまいなうまい入ったねおー入るまであるおーうまいなこれうまいなうまい入ったね入るまである入ったね。入るまである。おお。入るまである。おお。それはすごい。すげえわ。すげえ。ナイス。すげえ。いややられた。これ嬉しい。えぐ。もう高校とも関係ない。そんな有利。もうちょっと参ったかな。やり直しする。見た。ナイス。すげえ。いや悔しい最弱のマサになってもた最弱のマサギリギリ残ってますずっとギリギリ素晴らしい素晴らしいいやでもほんまに今のは高校有利やった今のは有利やな、うん、気持ちの整理がつかないんで坊ちゃんどうぞ6番ホールじゃあ5番ホール終わりまして、はい残念ながら、はいいやいや誰がえカットアクシャーがちょっとマイゴルフから出てしまいました刺身さん脱落はいすいませんお疲れ様でしたよっしゃ最弱マサを決定する裏の戦いが刺しなんでね僕あ刺しねマサ捨てたんでで今ゆえで何人残ったの誰かな今残ってるのが6人絶対スコアで勝ってる人おると思うよ前方投げてる人おるここだけ絶対参加してくる人おる5人5人で、トイレさしさんとで、スキップはもうなしやもんねスキップなしで、はい、5人、残る5人ですねはいで、6番ホールからあと4ホールですねはい
じゃあまた熱き戦いを見せてもらいましょうか。僕はちょっと見ときます、はい、解説の方に。いや、ガヤ担当でいい。ガヤ担当はい、ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。さよなら。